上杉さん、お風呂長いね。きっと美少女たちの残り湯を堪能してるんだよ。お風呂呼びに行く？せっかく風太郎くんいるんだから積極的にアプローチしなよ。何のことだかわからない。あのやつ、風太郎先生、ここなんだけど。え、あ、どこだよ。はい、詰めて詰めて。お前、あ、ミクもわからないところがあるって。いつか。ああ、答えてやるぞ。何でも聞いてくれ。はい。四つ葉くん、討論って英語でなんて言うんですか？いい質問ですね。Debate。デバテと覚えるんだ。Debate。デバテだ。これは確実に試験に出るぞ。聞いてるかニノ。俺は使える男だぞ。教えてほしいこと。好きな女子のタイプは？え？え？それ今関係ある？はいはい。私はがぜん興味あります。そんなの、ん？そんなに知りたければ教えてやる。俺の好きな女の子の要素トップ3。ただしノートを1ページ埋めるごとに発表します。扱いやすくて助かる。はい、できました。では第3位は、じゃらららららじゃん、いつも元気。はい、できた。第2位は、じゃらららららじゃん、料理上手。終わったよ。よし、第1位は、じゃらら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 らじゃん。お兄ちゃん思いだ。それあんたの妹か。なんだよニノ、盗み聞きするんだったらお前も一緒に。聞きたくなくても耳に入るわよ。あ、おい、ライハちゃんだったなんて頑張ったのにずるいです。真逆。俺のスタンスは前にも言ったろ、恋愛なんて。お、すごっ、ミクもう課題終わらせてる。風太郎くん、頑張った人は褒めてあげないと。はい、頑張りました。よしよし、どう、ドキドキしない？別に。